スペインリーグ第6節、この時間はレバンテ対マジョルカ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはエスタディオカンペオンで行われます。こちら現地昼の天候ですけれども、現在は曇っています。また時折雨という予報にもなっています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。から攻めるのがマジョルカ、左側がレバンテとなります。狙いますよ、シュート。立ち上がります。最初のシュートを打ちました。長いボール縦に入れます。チャンスを演出できるか。さあ、どこに出してくる。抜けてくる、シュート、シノグ。これよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。このピンチよく防ぎました。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね、うん、高めの弾道にしたり。シュート、来た、先制マジョルカ。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今シーズン初ゴール。セビージャ、スペースを狙う、シュート、防ぐ。これはよく止めました。いや、ファインセーブですよね。よく止めましたね。これマジョルカは、この前の月のマンスリーレポートで前半終盤に失点するケースが多いとありましたが、今日はまだそういうシーンはなく戦っています。裏を狙う。ああ、いい展開ですね。中央へ、どうだ、シュート。ピカリと合わせてきましたがゴールになりません。これ繰り返すことによって相手もちょっとボールを見ることによって中が振り動いてしまいましたよね。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。
前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0、マジョルまずは前半先制して折り返しました。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。スペインリーグ第6節デバンテ対マジョルカ、マジョルカが前半終わって1対0リードで折り返します。右へ預けて縦へのボール、さあカウンターのチャンスになります。スペースを狙った、抜けてくる、いけるか、いけますよ、シュート。うわー、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。いやー今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しましたよね。マジョル今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備というシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。シュート、いやー、コケ、さあシュートレンジだ、シュート、ゲット、マジョルカ、さあさらに点差が開いています。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。今日2点目です。ワンエルナンデス、マジョルカ、ここは時間を使います。素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパス、久保、来た、どうだこのシュート、決まった、追加点、マジョルカ、点差は3点、試合が決まってしまうのか。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。大きく縦へ、ワンエルナンデス、主審、上を口に加えて、今試合終了です。3対0、マジョルカ貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。マジョルカとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スペインリーグ第6節、マジョルカ見事勝ち点3を得ています。
Thank you.